ドイツ代表、男子に続き女子まで GS 敗退してしまう。FIFA 女子ランキングで2位につけるドイツは、昨年の欧州女子選手権で準優勝するなど、今大会の優勝候補の一角として名前が挙がっていた。その評判通り、初戦のモロッコ戦では6-0の大勝。このまま勝ち進むかと思われた。しかし、第2戦のコロンビア戦でまさかの敗戦。勝利が求められる状況で第3戦の韓国戦を迎えていた。試合は序盤に先制点を奪われる苦しい展開を強いられると、1点こそ返したが、最後まで逆転弾を奪うことができないまま1-1の引き分けに。別会場でモロッコが勝利を収めたため、ドイツは史上初めてグループリーグで敗退することになった。男女ともにワールドカップで GS 敗退。どうしたんだ、ドイツ代表、あの強いドイツ代表はどこに行った。女子も敗退したのか、ドイツサッカーが低迷してる。ドイツマジどうした。普通にコロンビアに負けたのもでかいし、圧倒的格下の韓国に引き分けたのが原因ですので仕方ない実力不足や、そしてモロッコは1試合目のドイツの大敗をきっかけに韓国に勝ち点3、コロンビアに勝ち点3したから、やっぱり気持ちだろ気持ち、イタリアもそうだけどさ。男女ともに不遇の時期を迎えてるな。ドイツサッカー呪われててさ。